お疲れ。スレッドおかしいな。ブラックジョークはグズグズ来てんけどな。最後の腹踊りはスレッドやらんかったよ、腹踊り。違う意味で笑っとったやろな。それ3年の送別会やからさ、3人に行くの意味ないやん。滑ったなぁ。あいつ、やっぱあれやな、下ネタ逆69連覇とかよかったな。そらやったんじゃないわ。それでお前次か、頼んで取り返してよ、お前。いや、俺も今日出えへんよ。出えへんってなる。今日やわやわ、今日やらんとこ。いや、やらなあかん、お前次やで。何言ってんの、お前。いや、もう出番が嫌やぞ。いや、お前がなんかおもろいのあるよさ、最後になってんで。いや、最後が嫌や。え、なんでやろ、お前。やらんとこ。いや、お前なんか自信やろ、おもろい、なんでやろ。いや、それは言うてない。言うてたよ。だから最後やって、お前なんでやん。いや、それが嫌やよ。もういいわよ。いや、あかんって、お前。いや、なんで木村の子さ、くだんって終わりはきついって、お前。出なあかんって。あれで終わりでええやん。いや、全然受けてへんから、あかんって。いや、なんで。なんで、3年の送別会はさ、2年全員が何かやるっていうのが、フォークギターズの伝統やん。いや、全員とは聞いてなかった。全員やろ、お前。俺ぐらいやんでええやん。え、何言うてんねん、お前。なんでや、何言ってんの、やれよ。え、やれよ。なやれよ、お前やれよ、何やねん、やれよ、やれよ、何やれよ、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 ジーシャツの言うやん、やれよ、やれよ、お気に入りのやつやよ、腹の真っ白のジーシャツやろ、やれよ、しないやろ、やれよ、やれよ、おもろいの、ジーシャツ、おもろいの、やれよ、やれよ、おもろいの、あったろ、どうすんの、お前、待てへんから、お前、木村ずっとこさっとなんてやれよ、木村子さ、普段とやりすぎたらちょっと受け出してきてやんよ。ヘルニアや言うてるやろ。俺ぐらい寝てええやろ。どうすんねんそれ。ほんま、何でもいいからやって頼むわ。何でもいいからやって。俺なんか腹踊りして滑ってんねん。いや、何も準備してなくていいわけないやろ。いや、俺よりマシやんか、腹踊りして滑るよりお前。だからやりたない。だからやりたないじゃない。お前みたいに滑りたない。どういう意味やろ。